まさかの、まさかの、まさかの、おやおや、あどうも、タントエイジです。寒い息も白い、そしてうん、完全に白いね。ということで今ね、時刻の方が8時過ぎです。1月の28日土曜日、ということで、まあね、この前の動画でって言っても、まあね、この日にあげたばっかりですけれども、ね、茨城の視聴者さんのお宅へ今日はお邪魔して、一緒に車いじりしましょうねっていう、そういう日になりますので、これからですね、そちらの方に行きたいと思います。さあ行くぞ。はい、ということでね、こちら、やってまいりました in 茨城。こちらはですね、はい、動画の方でね告知しました通り、茨城県の、視聴者のですね、川翔さんのお宅にやってまいりました、今日は。はい、ということでね、今後ろにちょっとエスティマさんが映っておりますけれども、で、あちらの方にですね川翔さんと、奥様と、ワンちゃんと、あとお母様がねいらっしゃるということで、はい、川翔さん、はい、あ、奥さんね元気ですね。はい、まあちょっと先ほどね、結構楽しげな、明るいトークをねちょっとさせていただきましたけれどもね、はい、もうね、お母さんがですね、とにかく明るくてね、すごく面白い方です。はい、ということで、こんなねちょっと楽しげな川翔さん一家のところに今日は、来させていただきましたんでね、でこれから、ちょっとこの後ろのねエスティマさんを、いろいろちょっといじらせていただこうと思います、一緒に。ということで早速行ってみよう。よえいゴーゴーゲイゴー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 、はい、こんな感じで行きます。はい、ということでね、早速やっていくわけなんですけど、で何をやるかというとですね、まずこちらですね、はい、ポジション級、はいはい、こちらですね、こちらのポジション級をまず交換するんですね。まあ今 LED 級がね、こちらついておりますけれども、まあちょっと色味がっていうお話なんでこっちとね、ロービームの方と色合いがちょっと、合ってらっしゃらないっていうことで、まあそれにちょっと近づけた感じのものに交換するということですね。で、次にね、ワンちゃんが吠えておりますけれども、はい、フォグランプの方ですね、こちらも交換するという感じなんで、まあ、フロントはこの2つ2箇所をまず交換していくっていう感じで、やっていきたいと思います。イエイイエイ。じゃあまずはですね、フォグランプの方からちょっと着手していきたいと思います。で、まあサイトの方とかですね、まあ、他の方の動画を見る限り、なんかエスティマさんの場合はですね、まあ、こちら50系のですね、まあ、前期っていう感じになるんですかね、川翔さんのお車が、だと、まあ、なんかねこの下のね、まあ、クリップと、まあ、ボルトですね、こちらを、まあ、外せばなんとか、まあ、手がね入るぐらいのスペースが開くみたいなんで、まずはちょっとねこの辺を、取り外していきたいと思います。ここから撮影カメラマンは、大志村さんにね、バトンタッチしたいと思いますんで、じゃあよろしく。はい、はい、じゃあ行きますよ。なんで今日はエスティマ親父になります。じゃあまずねはい、川翔さんもね、声を出していただいてます。あれ、これ外れないんだけど怖いからやめようちょっとボルト先にするしよう。逆かな。いや今日はでも日が照ってるんで暑いですね、だいぶ。朝ね
あの私家出るとき撮影あのカメラ回してましたけど、朝はねもう息がね白くなってたんですけど、もう今これかなりもう太陽お日様のね今真下でやってますんで、かなり暑いですね。うん、なんか冬とは思えないぐらい今日はかなりの晴天です。ということで、はい、まず1箇所ね、ボルト外しまして、あとどこだっけ、あれあ、ここですね。はい、ここよいしょ。ボルトはね、まあ回すだけなんでまあ何の問題もないんですけど、これ爪クリップ、これ引っ張ればすぐ取れたと思ったんだけどな。よいしょ、あ、いけたっぽい。はい、取りました。うん、やっぱねちょっと人様のお車なんでね、なかなかちょっと怖いですよね、この辺追っかえちゃうとまずいんでね。で、あともう一箇所ですかね、こっちも同様に。なんかね、あの動画でそういえば見てたものを見てた、あの人はですね、やってた人はマイナスドライバーで結構頑張ってやってましたね、うん、まあ私はこれクリップ外し持ってますんで、まあ今日ねちょっとこの辺、まあ、ある程度はちょっと一応念のために、持ち込ませていただいてるんですけど、まあ大体川所さんの方がね、用意していただいてるんで、まあありがたいですけどね。まあちょっとこの辺はやっぱこういうのがあると結構活躍しますね、こういうクリップ類は。よいしょ、はい、なんとか破損せずに取れましたはい、じゃあね今下は全部外したんで、あとこの横ですね、はい、ここね、これもはい、こんな感じでスッて引っ張れば取れますんで、まあなんか動画見てた人はね、なんかなんだねじって何折れちゃったみたいなねじって取っちゃったみたいなねことをやられてますけど、なんか普通に引っ張れば取れましたね。でこれで多分ね、あの止まってるところは全て取ったと思うので、もうすぐねすんなりいけると思われるんですけど、ここがハマってんのってね、これあ、はいはいはい、来ました来ました、あ、こんな感じですね。はい、これで、あ、ここ手突っ込んでやるって感じですね。ちょっと見えるかな、はい、大島さん、頑張ってもうちょい下かな、はい、これですね。じゃあこれを、左回りだったっけ、あ、逆か、こっちか、こっちに回して、で、その前にプラグを抜かなくちゃいけないな、これ。よいしょ、はい、まあ、プラグ今抜きましたね。まあ、ここ押せば、押しながら、下に引けば取れますんで、プラグ抜いて、で右回りだね、うん、はい、これで大丈夫かな大丈夫かごめんね、あの任しちゃって、はい、これですね、取れました、無事にプラグ、はい、で製品の方と、あとは交換するだけですね。じゃあ続けてですね、あのポジションのところも、やっちゃいたいと思います。
はい、まあ、ここボルトをですね、川翔さんのアドバイザーと2箇所、外せば回るよっていうことなんで、これボルト2箇所ねちょっと取っちゃいます。よいしょ、はい、ネジですね。はい、でこれでこの2箇所のクリップをが軸で回せるというお話ですね、川翔さん。そうですえ、ってことはどっちだ、回る。あ、ちょっと川翔さんいいですか、ちょっと回してもらって待って、今2箇所ネジ取りました。あ、違う、クリップ1箇所取るようだ。あ、ここだけ。あ、どこですか。こっちか多分。これいいんだけど、これ引っ張れば取れるんですよね、これクリップ。そうかな、うん。じゃあこの下じゃあ引っ張ってみますか。これあれ取れねえだけど難しいな。あんまりね、これ無理に引っ張っちゃうとちょっとね折れる危険性があるんでね、クリップ関係は。頭持ち合わないなこれ。ちょっと川翔さんにバトンタッチします。あ、さすがですねはい、男らしく、時には、時には力強く。あ、で、回りましたね。はいはいはい、大丈夫、大島君、映ってる、はい、これ、回ってんの。この、明るく明るく、はい、で、ポジション3はどこだ、これ。え、もうちょいで、そう、全然わかんないんだけど。え？どこ？上でだいぶ上。ずっと上。これなんですか、もう目視はできないって感じなんですか？できない。手探り。これはなかなかですね、スティマさん。あ、いたかもしれない。あ、動いた。動いてる。これ多分カメラ。手しか映ってない。取れないでしょこれ。手しか。あ、じゃあこっち映して。これはい、今動いてんのわかりますかねこれね。これを回すんですねこれね。これどっち回しですかこれ。右だね。右ですか。うん。あ、違う、左だ。あ、左。うん。いうか、すごく手が指がきつい。もうそもそも寝てるだけだけど。え、これ川島さんすごい簡単にいけました。これ簡単ではなかったけど、そんな投げ浅うほどじゃなかった。すっごい大変なんだけどこれ。何これ、ちょっと待って、ちょっと右手でいった方がいいか。あ、いったやっぱ右手でしたね。で、なんかこれを落としちゃまずいんだよっていうお話なので、ちょっと慎重にね抜きたいと思うんですけど。おこれでもほんとね、手が狭い。あの指が入れられるところが。これだからね、ちょっと皆さんにねこれお見せできないのが非常に
心苦しいんですけど、ちょっとまたもう一回手をちょっと差し替えて、今度は左手で。あ、いやこれはね辛いね。これ結構こんなにポジション級の交換大変なのね初めてかもしれませんね。私ね、大体だって普通の車はねボンネットからね普通に交換できますからね、大概の車は。ではい、こんな感じでね出てきました。いやこれエスティマさんの電気交換これ大変ですねポジションでこんなに苦労するとは思わなかったです。はい、ちょっとさっき見切れちゃってたんで、もう一回差し直して、はい、手鏡利用して、撮ってます。はい、でまあ後でねちょっと編集の時に矢印をね足してると思うんですけど、はい、これが、ポジションのプラグですね。まあこれまあここまで手突っ込んでですね、で、右かな、まあ回る方向に回して引けば取れますんで、でまああのね、電球が中に落ちないようにだけ、注意しましょうっていうね、ことなので、まあそこだけね気をつけて皆さんやってみてください。はい、じゃあね、本日取り付ける部品の方ね、開封行ってみたいと思います。モノカモン、はいじゃあまずね、まずこっちから、このやつから開けてみたいと思います。じゃあね、行きますよ。いつものカッターの儀式、青空の音バージョン行きますね、なんだろうね、斬新だね、やっぱりちょっと違いますね、周りに人がいるとね。はい、ということで、開けさせていただきたいと思います。まあカッターいらないんじゃないのかなみたいなねちょっと感じはあるんですけど、まあちょっとせっかくなんでっていうことでね、ちょっとわざわざこの日のために、川島さんもね開封せずに取っといてくれたっていうことなんで、はい、ということでね開きました。ということで、まずね、こちらは納品書の方ですね。はい、で、これですね、これがポジションの方ですね。はい、こちら、これと、で、これがフォグの方ですね。じゃあまずフォグの方をちょっと、またこの包みからね、取ってお見せしましょう。はい、これは、川島さん、今回はこれは何のやつですか？ HB4 ですか、うん、はい、HB4 の、やつですね。はい、じゃあですね、こちら開封した、T10 のバルブ、はい、ポジションをまずつけたいと思います。あれ、これでもあれですよね、逆につけるとつかないですよね。逆をつけると、うん、あ、そうだよね、一回検討確認しなくちゃ。そうですよね。じゃあちょっとあ、両側つけてからの方がいいか。はい、で今ね、川島さんにつけていただきまして、最初ね、両方逆だったみたいで両方つかなかったっていうね、感じなんですけど、はい、まあこんな感じで差し替えたらねつくようになりましたんで、この状態でね、確認できたら元に戻しましょう。まさかの、おや、はい、ここでアクシデントです、こっち側川島さんが、入れられてたんですけど、はい、さっきご自身がおっしゃってたね、中に落っことしちゃうのは場合があるからやばいよみたいなねことがなんと現実に起こってしまいましたということで、これをねちょっと救出しなくちゃいけなくなりましたね。私じゃないですよ
今ね、あの針金に、あ、ハンガーのハンガーを伸ばして、でその先端に両面テープつけて突っ込んで、なんとか今吸い付いてます。吸い付いてるけど、いけるかこれ。あ、あ、落ちた。動いてるけどね、これはなかなか。あ、なに、あ、やばい、すげえ奥行っちゃったじゃん。あれ。まあでも、もうこいつはここまでしか行けないからね。もうあと追い、もう追い詰め、うん、逆にだよ、追い詰めた。あ、作戦、作戦。ほら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 見ろ。ほっ、これは。よし、よし、だいぶ引き込んだよ。だいぶ引き込んだよ、もう取れるかな、これ。手で手じゃきついですかね。手ではちょっと無理か。形整えてから、あ、いい、あ、でも無理だね。やっぱりちょっとこの人使わないでもいいですね。これは大事件だな、これ。本当にこれは大…身を持って証明してるって感じですね、今ね。うん。どうなんでしょうね、こういう体験した人って多分いっぱいいるんですかね、これね。エスティマ乗りの人はね。エスティマのオーナーさんは。やばい、すげえドキドキする。すげえドキドキする。なんかもうちょいだね。もうそこまで来てるね。あ、やべ。あ、おかえり。あ、もう一回キャッチした。あー、いいっすよ。あー、いいっすよ。おここからだ。あれ、ダメだな、もう。はい、今ちょっと入り口までね、来てますけどね。やばい。やったー。取ったぞー。やりまし
ました。救出、救出しました。何分やってたんでしょうねこれ。結構やってたよね。担当さんのおかげで。いやはい、で、とりあえずなんとか救出できたんですけど、でですね、まあ川翔さん調べですと、まあさっきのやつをですね、防ぐためには、まあこのソケットの、まあこのね、電極触れるところのこの金具の部分ね、これをまあこういう、まあ、先端が細いやつね、まあ例えばこういうピンセットとかで、まあちょっと狭めてあげる、まあこうすることによって、はい、こんな感じで動くんで、これ狭めれば、まあ、あの食いつきがね、あの、まあ、挟み込みの力が、強まって、まあ、さっきみたいな大惨事を防げるでしょうっていうね、感じなので、はい、こんな感じでね動きますんで、うん、だからまあ緩い場合はちょっとね、こういう風に、防止をちょっとした方がいいかもしれません。まあやっぱりね、一応そういうのもやっときつつ、まあ慎重に入れましょうっていうことですね。あ、もう大丈夫ですよ。はい、はい、っていうことでね、時間の方も、はい、こんな感じで真っ暗に完全にね、もうなりました、日も暮れて、っていう感じで、はい、こちらね、点灯確認、うん、まあお披露目会っていう感じですね。はい、どうですかね。うん、まあやっぱりですね、まずこのフォグですよね。フォグのこのイエローバルブ、これね、やっぱこの白のボディにこのね、プラズマイエローとか、こういうのはね、やっぱりいいマッチングですよね。うん、かっこいいっすよこれ。はいはいはい、まあちょっと寄ってみましょうか。まあこんな感じですね。まあちょっとカメラ越しとこれ実際の色味がもしかしたら違って見えてるかもしれないですね今ね。うん、感じに、まあプラズマイエローって感じですね。で、こちらポジション級ですね。うん、やっぱり青に近い白って感じですかね。うん、はいはいはい、こんな感じですね。うん、よくなったんじゃないでしょうかって言っても私前の状態が分かんないんですけどね。はい、とりあえず、うまくいきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは車いじり、パソコン関係を中心として、私が気になったこと、体験したことを動画として配信しております。もしお気に召しましたらチャンネル登録の方をしていただき、動画を見終わった際にはですね、ぜひグッドボタンの方よろしくお願いします。担当ヤジでした。